今回はこのホンダのグレースというお車にプラス PPL のお試しをお願いしました。シートが取り付いた後のポジション設定の確認のためと合わせて、このようにプラス PPL をアッパーホースの脇に巻き付けております。この状態で試運転に出発でございます。それではホンダのグレースさん、こちらのセダンでシート投入後の、ごめんなさい、シートを、装着した後の角度の試運転に出てきました。でついでに PPL のお試しもお願いしているところでございます。少し奥様が乗る車ですので少し高めに設定してありますが、ただいまご主人とその高さのやり取りを、試運転の後に決定しようとするところでございます。駐車監視エリアです。突き当たり左折になります。ちょっと車距離離していきましょうか。そうです、ここ左です。でね、後でここに戻ってきますからね、はい、でこういうとこ覚えててね、あの車そこ左曲がるみたいなのでね、じゃあアクセル入れちゃっていいですよ。でマンホール踏んでったり、ハンドルの揺れ、タイヤの跳ね返り覚えててください。ずっと直進です。今ちょうどバスが来たんで、あのバスの折り返し場がオープンになってると思うんで、入り口はちょこっと借りて U ターンしましょうね。いい感じでしょ、うん、でこれで右折のウインカー出してもらって、うん、で U ターン先側からクイッと、はい、散々動画で研究した通り、はい、じゃあこれでクイックターンで、はい、お願いします。このまま走っちゃってください。多分後ろ来ないと思います、はい、ここを覚えておくといいですよ、はい、後でこう戻ってきますから、はい、シートの硬さって意外としなやかですよね。すごくいいです、うん、思い切り硬いってわけじゃないですよね、すぐ行っちゃってください。そこ左側にコマンホールがここな。いい感じだと思う。いや、いい感じだと思いますけどね。覚えててね、はい、ここのクリッピング、ここ、はい、ここも路面が悪いんだ、ここも覚えててね、あと 100m で一旦停止になります、はいはい、そしたらここで左折のウインカー、左側のウインカー出しててね、はい、あのガードレールに添えますんで、はい、じゃあ OK だったら行っちゃってください。でそこに寄せてもらって、で私がボンネットからさっきの、はい、怪しいものを外してきますんでね、はい、ちょっと待っててね。じゃあボンネットまたリリースしてくれる？外します。結構慣れてるでしょ片手で全部済ませちゃうというただね、このベルト締めるときにね、はい、肩がつったりするんだよなじゃあこれでターンで、はい、はい、じゃあ頭振っちゃいましょう、振っちゃいましょう。はい、OK ですよ。少し離れていきましょうか。もう少し離れて、はい、OK です、行きましょう。でこれでだいたいさっきと同じ、どうですか？もう全然さっきと同じ車ですよ。ああ、こっちが全然違いますね。全然違うと思いますよ、これすごくないですか、これ。すごいです。すごいですよね。あと音がちょっと上がってるのね、うわーっていう音がね、あとワン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 っていう音が聞こえてきた、うん、こんなに違うんすね。いや、こんなに違うんだって。どう、言った通りでしょじゃあさっきと同じようにターンしようかね。
また太鼓運よく来ないね、はい、じゃあ、ま、全くさっきと同じにできますよね、はい、運転しにくいでしょちょっと、ほらこんなにギクシャクしてる、そうですね面白いでしょ、まだずっと先だね、うん、一応いろんなの経験してってください。腰も楽なんじゃないですかね、このぐらい高い方が、そうです、ね、腰の当たりがいいでしょ、この先左側二コブマンホールです。あ全然違いますね、全然違うでしょ、残りますもんね、残りますよね、さっきのね上等なスポーツカーみたいな、ね、今のところ も、ね、もう全然違うね、ということで明らかに違ったということで、うん、こういうとこも全然違いますよね。あとねブレーキの効きがちょっと甘いんじゃない、少し伸びてるよね車が、はい、ということで一旦停止右折で戻ります。お付き合いありがとうございました。はい、どうですか全体的な印象は。やっぱなんか信じがたいけど本当なんですよね。椅子も良さそうだと思うんですけど、いかがでしょうかね、だから天井が低くて A ピラーが寝てるんで、多少上側の目線っていうのはそういうものなんで、そっちを我慢しちゃった方が下半身は楽ですよ。上側を優先にすると下半身は辛いと思いますよ。天井が近くなりました。まあそれはそれで、じゃあここで右折のウインカー出してもらって、あのガードレールじゃなくても歩道の先です、そこを右折で頭に入れてください。お付き合いありがとうございました。